おはようございます。10月30日の目覚まし土曜日です。今日の関東は地面の熱が空へと逃げる放射冷却が強まり、冷え込みが強い朝となりました。こちら現在今週の目覚ましじゃんけんは、まずは最新のニュースからお伝えします。衆院選の期日前投票、前回より増加しています。水死による被害が深刻化しています。流行状況把握へ、国が大規模な調査に乗り出します。の供給が実現か、短期間での治療に期待がかかります。盛り土の関係先を連日の捜索です。予定されているビッグマッチ、バンタム級王座統一戦に向け、どんなパフォーマンスを披露するんでしょうか。以上、スポーツでした。ここからは最新のニュースをお伝えします。時短要請解除後初の週末、ハロウィーン直前の渋谷を取材しました。東京ものすごい注目度ですよね。存在感もすごいですよね。もうシーズン終わってるんですけど、まだまだ新しい情報、話題が尽きないという大谷選手なんですけど、もうすでに多くの賞は受賞しています。こちらです。でまず VTR 出たっていうところもありますよね。でいくつ賞を積み上げるのか、さらにさらに注目です。観光需要が戻りつつある中、今人気の観光地がピンチに陥っています。観光需要が戻りつつある中、今人気の観光地がピンチに陥っています。7時6分を回りました。ここからは視聴者が選んだ今週話題のニュースをお届けするバズニュースランキングです。もうね、なんか持ち運びがあれだけこうコンパクトにできるのも珍しい。ね、これ、ねね、から大掃除の季節になってますからね。そうですね。そしてこう網戸のね掃除、久慈さんしますか？いやー、見て見ぬふりですね、私も。久慈さんも。そうなの？はい、だからあのモップやりたいです。楽々です。ぜひ試してみてください。佐野さんにもおすすめですよ。そうですね。網戸やります。はい、以上、聞く枝聞くよでした。続いて報道フロアから最新のニュースをお伝えします。柿谷選手、ありがとうございました。今週は山崎ビスケットお菓子詰め合わせを80名様にプレゼントします。ここからはスポーツビッグニュースですね。いや本当ですね。先週ちょっとこうね、スポーツ新聞でにぎわせていて、はいはい、まさかってちょっと思ってたんですけど、うんそね、それが監督本当に実現するということで、ファイターズファンはもう盛り上がってるでしょう。また北海道が熱くなっていくんですけど、ね、ただその新庄さん一つ、どういうこの2人の、ね、コンビネーションになるのか、ね、まあ、ですから新庄さんもタイガース時代野村監督の下でプレーされていたりとか、稲葉さんもありますから、そういったところでどういったねチームが作られるかという、そうですね、どういったチームが作られていくのかという非常に注目です。続いてはこちらです。でもスタイルいいですよね。皆さんそういう何か毎日食べても飽きないものってあったりします？でも私も麺類好きでよくお蕎麦とか食べてます。お蕎麦ね。僕は朝にスムージーを飲んでます。スムージーを、はい、女子力高い、ね、大川君のなんか新たな一面が出てきましたね。では続いてこちらです。ここからはこの時間までに入っている最新のニュースをお伝えします。時短要請解除後初の週末、ハロウィーン直前の渋谷を取材しました。発表された合格者の中に小室圭さんの名前はありませんでした。被害の供給が実現か、短期間での治療に期待がかかります。の関係先を連日捜索です。業者の関係先、社員およそ9000人を削減する方針を示しました。社員およそ9000人を削減する方針を示しました社員およそ9000人を削減する方針を示しました。今日話題にしていただきたいニュース、シェアトピサタデー。鬼滅の刃初の原画展から今が見ごろの紅葉情報まで、さまざまなトピックをご紹介します。ファンに大人気、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。いい
開発に1年かかった卵は、ね、専用の卵美味しいでしょうね。美味しいでしょう。その卵でした。明日のハロウィーンはもう一日元気に頑張りましょう。応援してます。指原さん、ありがとうございました。今週は山崎ビスケットお菓子詰め合わせを80名様にプレゼントします。詳しくは番組ホームページご覧ください。今週のくじさんは体内時計がおかしいのか毎朝3時に起きます。なぜか今夜はこちら、指原莉乃さんや伊藤麻子さん、若月千夏さんなどによる最強女性軍団が男性ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティートークインズ。三宅健さんや菊池風磨さんなどがどんな質問攻めに合うのかお楽しみに。はい、そして明日31日は衆議院選挙の投開票日です。解散からわずか17日という異例の短期決戦。新型コロナへの対策